リンゴルフをご視聴の皆さん、こんにちは。ミクです。カメラマンの山ちゃんです。今回はゴルフ女子のミクちゃんにご出演いただきました。よろしくお願いします。大阪なんですよね。大阪です。はい、もっとなんかあれ出してくださいよ。大阪大阪へ大阪へ。あ、じゃあ今日は大阪のがっつり。大きに大きに大きに言わないけど今回ゴルフ場は、はい、泉佐野カントリークラブさんにやってきてまして、はい、3コースありまして、そのうちの1コースの稲倉コースをこれから9ホールラウンドしてもらいます。はいはい。おたぬきだ。え、あ2匹いてるすごい、かわいい。親子じゃないかな。親子ですね。あれはね、小さいもんね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございますはい、ってことで、はい、あのこの企画なんですけど、毎週金土日にインスタであの活躍されてるゴルフ女子の皆さんの、まあ、ゴルフのプレーとかトークを、はい、あの見ていただきたいなと思って始めてます。はい、ちょっとゲームを用意してるんですよ。うん、25マスあるんですけど、はい、ビンゴではなく、特にあのラインが揃っても何もないんですけど、はい、いろいろミッションが書かれてます。15マスですね。取りましたら後ろちらっと、はい Amazon ギフトカードをプレゼントしてます。はい、はい、3000円分です。はい、頑張ります。はい、お願いします。はい、はい、スコア、ゴルフのスコアの方は平均スコアってどのくらいですか。はい、平均は94.5ぐらいだと思います。はい、了解しました。早速スタートしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。ちょっと左目狙いで行きます。じゃあお願いします。お願いします。おお、ナイスです。あ、真ん中ですねさらっと言いますね。はい、結構力強い球落ちますね。びっくりしました。よかったです、当たってもうめっちゃ緊張しましたやっぱみんなそうですけど、ね、すごい当たってよかった、ほんまに、ね、はい、さすがです。ありがとうございます。残り93なのでピッチングでいきます。はい、うん、うまい。ちょっと左かな、乗ったかな。ナイスです。ありがとうございます。ちょっと噛んじゃいましたね。え、ミクちゃんゴルフ歴は何年なんですか。今でちょうど2年ぐらいですか。2年なの。あれ。うま。あれ2年かな。コロナになった時ですね。3年目。あ、そんな感じかも。3年目ですね。乗ってました。はい。距離バッチリですね。やった。ちょっとスライスするので。戻るよね。え、めっちゃきついですね。めっちゃきついわ。いや、パーが危うい。うん、ちょっと微妙なところだね。やばいですね。うん、惜しい。OK です。甘い。 OK、 甘い。やる。やります。あ、じゃあ辛くするOK です。ダボだ。やっちまったダボだね。やっちまったダボですね。やっちまったダボ。やっぱりパター練習大事やわ。はい、ちゃんとします。はい、ミクちゃん、はい、そういうことで撮ってますよ。はい、一ホール終わって、はい、あれですね、とりあえず油断しましたね。めっちゃしてました。で、ティーショット良くて乗って、はい、お、今日調子いいと思ったらやらかしました。めっちゃ悔しいです。まあまあ始まったばっかなんで、はいはい、次頑張ります。うん、で、ミッションゲームなんですけど、はい、パーンがあるんですよ。 ありました。あとはダボない。ないですね。すいません、ダボはないです。で、はい、ホール紹介っていうのがあって、はい、
なんかちょっとティーショットの時に少しこうコースの説明してから、はい、まあなんとかなんでちょっとこの辺狙って打ちますってバチンと打てば、はい、ホール紹介丸つくんで、はい、まあ、もしよかったら次のホールやってみてください。はい、自己紹介、はい、早速、まあ、最初なんでみんなに知ってもらいたいなと思って、はい、まあ、3ポイントちょっと自己紹介お願いします。はい、はい、先ほども紹介ありましたけどミクと言います。で今仕事は看護師をしてます。で、まあ、趣味はもちろんゴルフで、最近あの旅行も好きで趣味にしたいなと思ってます。はい、あと取り柄は笑顔です。確かにスマイル 120% って書いてあったもんね。はい、はい、こんな感じです。旅行って海外国内？いや、あの国内です。国内、はい、まだあの初心者なんで。初心者とかの旅行に。はい、これからいっぱいいろんなとこ行きたいなと思ってます。なんか今まで行ってなんか良かったとことか？やっぱりダントツ沖縄が良かったです。はい、もう 4-5回ぐらい行ってるんですけど、毎回住みたいなと思います。今年5回今年5回、うん、4-5回ぐらい今まで。今滑舌が悪くて、いや、はい、僕耳が悪いです。聞き間違えちゃう、はい、僕ね沖縄ね、あれ行ったことあります。青の洞窟ってわかります？あ、私ないです、行ったこと。なんか綺麗な、そう、はい、シュノーケリングですか？そう、はい、それでなんか洞窟まで行って、はい、そこがもうすごい本当に青く光ってるみたいな感じの、一回行ってみたいんですけどね、なんかいつも天気とかで行けなくて。あ、確かに天気もそうです、はい、そういうところって影響されるもん、はい、もしよかったらちょっと行ってみてください。行きます、行きたいです。あの泳げない僕でも行けたんで。あ、泳げないんですか？僕泳げないです。でもあれ着るとウエットスーツ、はい、そう着ると全然冷たくも感じないし、はい、なんか入ってる感じもしないから、はい、普通になんかこう泳げました、何情報か分かんないですけど。すごい綺麗なんで魚もいっぱいいるんですよ、ボコッと潜ると、はい、ぜひ、はい、行きたいです、はい、今度沖縄行った時、はい、挑戦します。じゃあ次ショートホールです。はい、はい、頑張ります。132ヤードです。じゃあ7番でいきます。はい、はい、このホールは風が舞いやすいらしいので注意って書いてました。カートのやつ見たんだ。カート見ました。手前に1個だけバンカーあるのでそこだけには入れないように、はい、します。はい、ありがとうございます。はい、うまっ。うん、手前ですね。ちょっと手前、うん、ちょっと短かった。少し噛んだのかな。やっぱり風が舞いやすいみたいですね。風のせいにしてんだけど。風のせいです。よかったです、唯一入れなくって。ちょっとね、あのゲームはねバンカー入ってもチェックつくから、ね、でも入れたくないですね。真面目だ、真面目。はい、真面目に58度でいきます。うん、うん、うまい、いい感じ、はい、ありがとうございます。さあ、ここからだよ。ここです、もうここからだよ。油断したあかん。若干上りのややフックで、はい、バです。ありがとうございます、よかった。何、嬉しい嬉しい嬉しい、あ、嬉しい笑顔ね。めっちゃ嬉しい。もうさっきの4パットがずっと残ってる頭に。ナイスパーでした、ありがとうございます。ミクちゃん、そういえば看護師さん、はい、看護師です、うん、注射打つ人？注射もバンバン打ってます。あ、血抜く人？血も抜きます。あ、はい、もう苦手なんですよね。あ、でも私もあのされるのは苦手です。あの交換する時のが嫌なの。交換？針刺されて1本目抜かれるじゃん、はい、で2本目の時とこう取り替えるじゃん、はい、え、あれですか、揺れるからですか、ね、そうちょっと怖いですよね。そう、なんかもうそう、もう自分の手も揺れてってる感じ。ブル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 。あの、信用してあげてください。夜勤とかもやってるんですか？夜勤は、前の職場ではやってたんですけど、もう今は、職場変わってしてないです。ああ、なるほどなるほど、はい、大阪たまに来てるんですけど、はい、いつも結構
バタバタしてて、はい、たこ焼きすらまだ食べたことないんですよ。あ、そうなんですね。そう、なんかそう大阪行こう、はい、たこ焼きはっていうのあるけど、そうですよね。いつもなんかコンビニとかになっちゃってホテル。あ、もったいない。そう、でも昨日は、はい、ホテルの近くに鉄板焼き屋さんがあって、お超美味しかったっす。お好み焼きもあって、ちゃんと。あ、あったんですか。大阪ですね、やっぱり。あ、本当に。たこ焼きもぜひ。大阪はあとは 何があれですか、食だと。でもやっぱり、なんだろう。え、551とか。ん、餃子、あの、肉まん、肉まんか、豚まんとか、アイスキャンディーとか。アイスキャンディーも551なの。551のアイスキャンディ新大阪駅にもあるもんね、多分。あ、ありますか。毎回あるよね。アイスキャンディーもそうなんだ。結構有名です。はい、美味しいです。あ、じゃあ帰り行ってみよう。はい、行ってみてください。帰りに寄ります。寄ってください。ありがとうございます。はい、これはもう旗の右目にまっすぐ狙います。はい。うまいよね。あ、ちょっと右行きましたね。うん、でも全然ラフやな。あ、いい感じ。あれじゃないですか、転がってってると思う。本当ですか。うん、丘を越えた感じですね。やっぱティーショット緊張しますね。うん、そうだよね。はい、ゴルフ歴 2,3 年でマジうまいっすよ。はい、本当ですか。はい、習ってたりしたんですか。いや、レッスンは受けたことない。レッスンマジで。どうやってそんな覚えんの。なんか初めはお父さんがずっと教えてくれてて。なるほどね。はい、でゴルフ友達、なんか周りすごい上手な子がいっぱいいてて、はい、一緒に回ったり練習行ったりして教えてもらって、はい、って感じです。あ、はい、でもやっぱお父さんが一番でかそうだね。あ、最初ね。そう、最初ね。そう最初すごいお世話になりました。あったあった、あの白組の。あ、ありました。お母さんもやるんですか。いや、お母さんはやらないんですよ。やってほしいんですけどね、一緒に回りたい。うん、確かに。はい、165ヤードです。5番ウッドでいきます。うん、うまい。大きいかな、どうやろう。あ、おお、止まって。かわいい。転がっちゃった。なんか手前でナイスキックで一回乗ったけど、コロ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 って奥に転がって。やっぱウッドだから走りますね。うん、まあ当たったからいいです。助かってました。うん、おったおった、よかった。58度で。まあ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 。もうこういうのするんです。ショック。でもさ、ちょっと砲台で砲上げたいからさ、はい、ミスしやすい。いや、下手くそです。わ、めっちゃ緊張する。めっちゃ緊張する。ちょっと下ってるんで手前で落とせるように。手前すぎますね。うん、手前すぎる。さあ頑張ろう。もう頑張ろう。でもパー5だから。あ、全然全然。次5打目ですね。はい、はい、カップ右狙っていきます。うん、距離感いいっすね。 あんまり曲がんなかった。ナイスです。ボギーです。はい。なんとかボギーで。アプローチもったいないですね。うん。何。でもなんか分かります。バーって行っちゃったら次ビビっちゃいます、ね、分かるよ、それは分かるよ。分かる分かる分かる。ちょっとやっぱ自信なくなるじゃん。めっちゃなくなる。めっちゃ緊張しまいと思う。だからって強く打てないしさ。はい、そうそう、分かる分かる。メンタルですね。うん。